これはもしや漆黒の闇をまといし黒き宝玉。そうか、今日は戦乙女たちの決戦の日。しかし主から黒き宝玉を賜るとは、それも我のみならずサタンにまで。その心遣い深く感謝するぞ主よ。この供物に必ず報いると誓おう。差し当たってこの恩は白き聖戦にて返そう。主よ、来たるその日を待つがいい。これは漆黒の闇をまといし黒き宝玉。これを我のために用意してくれていたというのか。何時からのその心遣い、心より感謝する。それにしてもこの宝玉から香る濃密で甘美なる宝香、あふれんばかりの闇の力を我が身をもって感じ取れるぞ。実に素晴らしい。うん、そうだな。ちょうど鍛錬により魔力が枯渇していたところだ。一ついただこうではないか。なんという美味。おお、なんと素晴らしい。我が身に闇の魔力が満ちていくのを感じるぞ。我が主よ、こたびの心遣い必ずや白き聖戦にて応えよう。